お疲れです。今日の 6.3 後楽園ホール、ベストオブザスーパージュニア準決勝ですね。現地行ってましたんで、今帰宅途中で、今車の中から喋ってますんで、はい、音が悪かったりしたらご了承ください。はい、というわけですね。まず、一番最初に僕が、まず速報でね、とりあえずこれだけは話したいっていう。ちょっとこれ、いつもとちょっと順番逆になるんですけど、とりあえずね、やっぱり今回の一番の目玉、やっぱり、海野翔太のパートナー X。はい。やっぱりもうこれをね、もう早く触れたくてしょうがない。今もうその衝動に駆られちゃってるんで、もう順番とかちょっと前後して、もうこれを先にちょっと言及しようかなと思うんですけども、はい。まず、今回の、海野翔太のパートナー X、これが登場した時の私の率直な感想なんですけども、ほらほらほら、やっぱりな。やっぱこんなもんでしょっていう、もう、まさしくそんな感じです。はい。もう、この際だから、もう、逆に第三世代とか、GOD とか、とりあえずもう、この際だからもう、とことん外れてほしい。そして、とことん滑ってほしい。もう僕はもうこれがすごい楽しみだったんでね。はい。まあ、ちょっと僕のね、希望通りの、滑り具合になってくれて、僕的にはね、ちょっと、良かったですね。はい。まあ、そんな感じですね。ただ僕はね、一応前々から、まあ、偉そうにあだこうだ言ってきたんですけども、僕は GOD だと思ってたんですよね。GOD、ヒクレオファンタズモ、ジャド、プラス、マカベ、ホンマ、もしくは4トラのどれかみたいな、もしくはワンチャン小島みたいな、GOD 系列で攻めてくるかなと思ったんですけども、第3世代できたか、まあ、ちょっとな、惜しかったなっていう感じですかね。はい。はい。まあ、結局まあ、第3世代でも GOD でも、まあ、結局外れってのは変わんないよねっていう。はい。まあまあ、そんなところなんですけどもね。はい。で、まあ、今日のね、まあ、状況的に言うと、まずモッサンの VTR ですね。まず初っ端ハウスオブトーチャーからの入場で、イービルが、なんやかんだってマイクで喋って、で、その後にモッサンの VTR が登場するっていう。で、モッサンの、その VTR のコメントの中に、偉大なる選手たちとかっていう、この偉大なる的なワードが入った時点で、あれ、なんか匂うな。あれ、偉大なる戦士。偉大なる選手。GOD ではないな。あれ？第三世代かこれ。っていうのが、モッサンのね、VTR の偉大なる選手とか、なんかそんなワードで、真っ先にね、あ、第三世代かとかっていうのはちょっと想像つきましたね。はい。で、まあそしたら、入ってきたのが、永田天山。この辺までは良かったんですけども、おい、マカベと4トラまでいいのかよっていう。はい。これ第3世代ってもっさん言ってましたけども、細かいとこ言うと、年齢的には、まあ第3世代にくくられる4トラとマカベですけども、細かいとこ言うと世代だと第3世代ではないっすよね。マカベさんは。どっちかっていうと、田中さんとかのね、部類だと思われるんで。だから、細かいところを言うと、真壁は第3世代 ではないよねっていう。4トラもそうっすよね。はい。まあちょっとこれ僕の見解間違ったらごめんなさいなんですけども。はい。まあとりあえず無理やりちょっと暇な人たちをこう集めてきたっていう。なんかそんなのがね、やっぱ見えちゃったかなっていう感じですかね。はい。だってね、真壁さんとかね、永田さんとかも試合組まれてなかったんでね。うん。まあちょうど空いてる人たちに、あれ今日いけるみたいな。なんかそんなノリで、ね、急遽集まったみたいな。なんかそんな感じしましたけども。はい。まあそんな感じですね。でね、やっぱりね、会場のね、空気もね、いや、いい感じの空気でしたよ。いい感じにちょっと戸惑いながらっていう、なんかそんなのがあったんでね。一瞬ね、会場の反応もね、一応、まあ声援は上がるんだけども、本気で、なんだろうな、この、長田真壁行けみたいな、そういう声援ではなく、ああ、まあちょっと違うけども、まあなんか、まあ雰囲気もいいから、とりあえずみんなで盛り上げようみたいな、なんかそんな感じで一応歓声は上がったかなっていう感じなんで、だからね、やっぱり今日来てた後楽園の民衆、優しいっすよ。みんな優しかったっすよ。本当はね、ブーイングなってもいいぐらいかなっていう感じではあったんですけどもね、まあ全員じゃなくても一部からこうね、下手したらブーイング、
出る可能性もあるんじゃないかっていうぐらいのね、まあそんなオチだったんでね、はい。まあ、結果的に今日のね、後楽園の監修は優しかったっていう、はい。まあそんなとこですかね、はい。いやーでも気持ちよかったですね、うん。ここまで滑ってくれるとね、よかったっすよ、はい。で、まずしょっぱなのこの第6試合がこの始まるとき、しょっぱなね、こう試合が始まるときって、アベリンガナが、甲高い声で、第6試合、10人タッグマッチを始めますみたいな、アベリンガナのこう甲高い声からこうアナウンスで入るんですけども、一応第6試合、10人タッグマッチを始めますって言った後に、うわーっていう歓声は一応上がったんですけども、若干歓声が上がる、ほんの 0. 運何秒を、ちょっと間があったんですよね。だから、若干この X 登場に関して、ファンもね、やっぱりこれ本当に期待していいのか大丈夫かっていうモヤモヤを抱きながら、やっぱり今日見てたと思うんですよね。うん、で、まあそしたらまあ結果、蓋開けてみたらやっぱり、ああ、外れだったかっていう、まあそんな感じですね。はい。まあいろいろアーダコード喋ったんで、ちょっとまとまりがなかったんですけども、はい。まあとりあえず、まあここまで滑ってくれるとちょっと気持ちよかったですね。はい。でね、やっぱりその、ね、一番僕ね、これはもうベストオブ滑りだなと思ったのは、最後の海野選手のマイク。海野選手が、永田さんとかこのね、ベテラン勢に対して、力を貸してくださいとかって言って、うわ、サブーみたいな。サブーみたいな。うわーみたいな。なんかそんなのは思いましたね。まあこれも一応ね、少なからずちょっと歓声は上がってたんですけども、いや、ちょっと違うだろか、みたいな。そして、超ベタすぎるだろっていう。なんか、そんな感じでね、いや、海野選手のね、マイクはね、いやー、滑ってたよ。あの滑り具合はね、結構いい滑り具合だった。今年の1月のね、チームノア結成と、同レベルぐらいの滑りっぷりだったかなっていう、そんな感じは思ってますね。はい。今年のベストオブ滑り大賞、うん、まあ、MVP 取ってもいいぐらいの感じがしますけども、はい。まあ、そんぐらいのこう滑りっぷりだったっすね。はい。でもこれ、なんか海野選手力を貸してくださいとか、なんかね、なんかすげえ真面目に喋ってたっすけども、いや、力を貸してくださいも何も、いや、あなたたち普段から組んでるじゃん、みたいな。普段から力貸し合ってんじゃん、みたいな。別にわざわざね、この場で決意表明しなくても、いやいや、普通に海の真壁4トラの6人タッグとか全然あったやん、みたいな。だから別に今更決意表明されてもね、ポカーンみたいな。やっぱそういうところがね、うん、普段から組んでんのに別に今更決意表明されてもみたいな。これがね、また滑ってたなっていう。はい。まあそんな感じですかね。はい。まあいろいろ言ってきましたけども、でもね、これ、海野選手もね、こういう立場上だから、まあある意味、結構大変な役割だったかなっていうふうには思うんですよね。だってモッサンが前哨戦来ない以上、だからモッサンの代理人的な感じで、海野選手がなんかやるしかないっていう状況なんでね。だから海野選手も、まあ汚れ役っちゃ汚れ役なんですよね。だから、まあある意味ちょっと被害者っちゃ被害者でもあると思うんですけどもね、海野選手も。うん。だから海野選手ばっかりを僕はちょっとね、責められないかなっていう感じですね。はい。だからまあ結果的に僕今回のこのね、X 騒動とか、まあこの間の成田対モッサンとか、まあいろいろ見て思いましたけども、これが AEW と新日本が長期間でストーリーを作る時の難しさ。はい。これは思いますね。だから AEW の選手とかもね、やっぱり日本のね、プロレスのスタイルみたいにこうね、常にこう巡業に参加するタイプではないので、だから日本のこのね、ストーリーのこう作り方と、やっぱりね、単発でちょっとしか来ない、AEW の選手たちとの長期的なこのストーリーを描くのって、やっぱり難しいなっていう。で、まあそれの長期的なこうストーリーを描こうとした一つの失敗例が、まあ今回の形だったかなっていう。まあ失敗のサンプル例ができたかなっていう。まあそんなのは思ったっすかね。はい。うん。で、あと、まあ今回ね、この X 騒動が出て、もしかしたら AEW からダニブラとかカスタニオリとか、その辺が来るんじゃないかとかっていうね、そういうヤフコメとか、まあいろいろありましたけども、残念ながら、これが AEW と新日本の、これが現状なんですよ。残念ながら、これが現状なんですよ。AEW と絡むと、こんなもんなんですよ。
まあ、AEW と絡むとっていうか、AEW 系に変な期待をしてしまうと、こうなってしまうっていう。はい。もうこれが現実です。はい。僕もね、今、こんだけあーだこーだ言ってますけども、僕も今まで何回もこう AEW とこう新日本が絡み出してから、なんかね、僕たちがこう、いいように、こうね、楽しめるようなこうストーリーを妄想したこともありましたけども、一回もうまくいったことないですから。はい。我々が思ってるほど AEW は基本的にドライですから、それがトニーカンという男。はい。まあもう散々ね、口酸っぱく言ってきたんで、まあ今更言うつもりもないですけども、まあこれが AEW と新日本が絡んだ時の、リアルな現状です。はい。まあそんな感じでいろいろ思った今日のダダスベリ X4 人組。はい。まあそんな感じですね。はい。まあまあ他もね、いろいろ喋ってると無駄に長くなっちゃいそうなんで、一旦この辺で区切ります。はい。ちょっと残りの試合とか、また別個であげますんで、はい、一旦今回はこれで失礼します。 See you next time.